木コツオです。はい、竹原慎二です。今日もよろしくお願いします。はい、竹原です。お願いします。お前ら何も考えてないのか。何やそれは。はい、皆さん、いつも、視聴いただきありがとうございます。はい、はい、なんでこんなところにこれがということで、これはですね、これなんですか。これはね、あの見た目ではわからない障害者の人たちのヘルプマーク。見たことある、それ。ある、うん、この裏を見ると病院が書いてあったり、うん、緊急処置の仕方が書いてあるので、うん、そういう障害者の方を知らせるマーク。これはオグリンっていうね、私の友達の障害者の方ですけど、やっぱりこれを全国に広めたいと、はいはい、あ、それいいことですよね。ヘルプマークをよろしくお願いします。徳橋さん、ところでなんで一人だけ長袖着てるんですか。長く、これ毛だよ。これは毛出てるだろ。なんでわからないか。本当俺すごいだろ、毛深い。冬はめっちゃいいんだよ。夏めっちゃ暑いんだよ。そんな話はいいだろ。伸びない、そんな話。広がらないじゃん、その話は。何それ、君だけなんか違うじゃないか。あ、そうだ、あら、間違えた。いつも文句言うくせに、なんで俺だけ。ジムの T シャツをちょっと着てしまいました。まあ、ジムの T シャツなら許す。許す。竹原畠山ジムの T シャツでしたね、はい、ごめんなさい。ただの宣伝じゃねえか。今回はですね、ボクシング最近の話題、うん、ね、最近の話題といえば、京口君が11月3日、はい、大阪でね、タイの選手、1年1ヶ月ぶりの防衛戦ですよね、うん、無敗選手相手ですね、はい、16勝、14勝 12KO です。 12KO、はい、あら、かなりの KO 率と勝率、勝率 100% か、ハードパンチ、あ、これ面白いね、勝率 100% かって、それ無敗ですから一応。突っ込むな。やっぱ無敗っていうのは面白いな。そうですよね、うん、これでもどうなの、京口くんは YouTube バンバンやってるから練習やってんのかな。やってるんですよ、それは。そりゃ酒も時々飲んでみて。大丈夫、大丈夫。酒は時々飲むし、も時々やるでしょ。それは人間だから。彼は僕じゃねえだろ。1週間前までね。あ、そうか、じゃあまだバカ野郎。そんな話じゃないだろ。どんな試合展開になるんだろうね。このタノン・サック・シムニー選手の試合、1年前の試合なんですけどね、大阪でやった試合をちょっと見たんで拝見したんですけども、アップスタイルなんですね、やっぱムエタイ出身の選手ですから、やっぱアップスタイルで、こうボクサータイプなんで、ワンツーが、ワンツーから左フックがうまいんですよ。でね、確かにまだボクシングが20歳なんでね、若いんですけども、やはりそういう面で言うと京口君の方が場数も踏んでますし、キャリアもあるし、経験もあるから、当然そのボクシングのずるさとかうまさっていうのは京口君の方が圧倒的にあるんだけども、パンチ力と、ね、この若さですよね、で怖いもの知らずというか、思いっきりがいいんですよ。これアマチュアではやってたのかな。おそらくムエタやってたんだと思います。あ、ムエタイね、アップスタイルなんで、はいはいはい、まあリングのあれはかなりしてるよね、うん、アップスタイルなんだ。そう、じゃあ疲れるね、アップアップ、はい、パンパンパン。でもタイは時々めちゃくちゃ強いのが出てくるからな。そうなんです、最近はもう、うん、僕らが現役の頃ってかなり強かったですね、タイ。強い強い、ね、だって世界記録作ったさ、ポール・サックレック、関西ギャラクシーとかね、関西ギャラクシー、はいはい、みんなスーパーチャンピオンじゃん。そうっすよ、ね、たまにすごいの出てくるから、この選手もちょっとあれだね、見逃せないよな。タイのライトフライのチャンピオンで、デビューから11連続 KO。 うわっ、すげえな、このちっちゃいクラスで。パンチありますよ、硬そうだもん、うん、ただタイのボクシングは今どうなのかですね、国内の、タイ国内のね、まあ、うん、ちょっと硬い、硬いパンパンパン。ダジャレ仙人なんだから言わせてくれよ。でやっぱ国によってね、韓国も低迷してるじゃないですか、うん、でタイはどうなのかな。日本はね、まあ低迷じゃなくてもうすごいいいじゃないですか。タイはでもまだ大丈夫じゃない、どんどん上がってんじゃない。人材は多いんで ね、人材が確保することはないじゃないですか、やっぱりムエタイから始まっていって、やっぱり貧しいね、まだまだ貧しい家庭が多いから、やっぱりこれで人たちさん稼いでやろうっていう選手がまだまだ多いんで、そうそうそう、人材は多いんですよ。ボクシング人口とか減って、日本みたいにすごく減ってるってことはないと思います。タイはキックもボクシングもね、盛んだからね。そう、まだまだ強いのいっぱい出てくるね。まあ楽しみですね、うんうん、そういう楽しみだね。WBA と相手陣営の競技の上、ジャッジ、レフリー、ジャッジ、すべて、これ珍しいね。あ、ジャッジ。まあ日本人のレフリーはもう本当ね、まあ厳格ですからね。厳格、きちっと指定してますよ。しっかりしてますよね、うんうん、しっかりしてる。よその国の比べたらもう数倍ね。そうそうそう、そう、そういう差別はしないからね、うんうん、まあでもこれやってケンシロウチャンピオンとね、うん、無敗対決早く見たいね。まあ、先走るのもいいですけど、僕はこの相手結構危険だと思うんですよ、実を言うと。ちょっと不気味なんですよ。見た、ちょっとね、まあ
確かにさっき言ったように若いしまだまだその荒削りなところもあるんだけども、うん、なんか不気味なんですよ。ファイター、まあ、ボクサーファイターそこまでガンガン行くわけでもないしそこまで後ろに下がるわけでもないんだけど、うん、怖いんだよね。なんか不気味さはあるっていう。得意なパンチ何なの？ワンツーですよ。左フックも強いですね。ワンツーからの左フックが多いんですけど。避けは？避け方？いや目も悪くないですし防御も深いんですよ。防御も身長リーチはほぼ一緒ですね。まあ打ち合いになるんじゃないですかこれ。まあでもこっちは世界チャンピオンで無敗だからな。まあ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 東口くんは、うん、ここは挑戦者の無敗。まあまあどっちもそうか。でも上がってくるときはチャンピオンになるときみんな大体無敗で上がってくるからな。11月3日スリリングのあるね、はい、この試合でそういい試合になると思いますよ。いい試合で勝ってまたボクシングファンを増やしてほしいね、うん、まあ YouTube でかなりの人が見るだろうから。テレビの放映なく YouTube でやるらしいんですけど、それも新しいなんかボクシングの。YouTube で自分のチャンネルでやるんですか？そう、じゃあ儲かるね、気持ちが。今、投げ銭システムでしょ。投げ銭システムでやるぞ。会場来ない分、入場、チケット買わない分、ね、投げ銭してくれることが。2000席は用意されてます。2000席しかないんですよね。温泉設けたけど、密にしないと2000席。2000席でも、まあ、正直2000席で興行をやるって言ったら世界戦、大変ですよね。大変ですね。いやだから投げ銭でこう入れてもらうという。だからほん、まあ、まあ大げさに言えば京口くんのファイトマネーないぐらいのね、投げ銭とか YouTube で利益上げるぐらいの感じ、ね。YouTube のでも投げ銭ってすごいね。だって何十万人ってボクシング見るわけだろ。うん、まあ多分見るでしょうね。そうなればね。少しでも、うん、当然ねタイのこのシムニー選手の知り合いとかもタイで見るでしょう、ね。タイからもな。そう初回で見れますから、ね、同時に YouTube は。それすごいよな。うん、意外に。民放より儲かったりしてる。投げ銭システムで数千万になるかもしれないですよね。みんなそっち行っちゃうな、うん、その権利もらいましょうか。いや意味がからいやでもこれはね、あの久々の京口くんのこの YouTube で頑張ってるあの京口くんがやってくれるということで面白いよね、うん、でもすごいですね。そういう初めてでしょ京口くんが YouTube で生配信。そうそうそう、一番にやるってやっぱすごいですよね。お新しいパターンがね。 A サインさんはあの国内の人。ああまあ A サインは、ね、国内でしょ。これ世界戦でしょ、うん、世界戦でね。まあ面白いんじゃない。うんね、いろんなシステムが今できてるからね、うん、世界に近づくには、ね、世界戦でね、いろんなシステムでやっぱり戦いたいよね、うん、まあけどこれもやっぱりね、京口くんはやっぱり YouTube で自分のチャンネルでそれなりのね登録者数いてるからできることじゃないですか。そう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 、ね、じゃああれ全部見て他のねボクシングファンも見たら相当なもんだからな。登録数もね、登録者数もかなり増えるし、ね、お増える増える増える。京口はだって現役のボクシングの選手で一番でしょ登録者数は。あ、YouTube のそうですよ。10万人以上いってますから。すごいね。我々よりちょっと下ですけど。我々でも3人だから。我々ちょっと下ですけども、まあ、現役ではもうトップです。じゃあですね、次は那須川天心。那須川天心君は。やっぱりね、ボクシングキックボクシングのすごいチャンピオンですけど、いい試合しましたね、あの浩二さん、浩二君と。そう、それでまたパンチがやっぱうまいわ。うまいですね。経験ジムさんで習ってるからさ、ジャブっていうか、それね、ストレートか、ストレート気味の、早いですね。で、キックにうまく合わせてんだよね、キックをしながらパンチを打てる、うまくリズムをそれ、ちゃんと使ってるから、ものすごいいいボクサーになりますよ。まあけどあの、ね、本人もあと10戦でキック10戦はもうしないっていうふうに言ってるんでね、うんまあ、8戦か9戦か7戦か分かんないですけどやって、まあ、キックにボクシングに転向するというような話を、ね、してるっていうちらっと言ってるって話なんで、うん、あれですけど、まあそういう考え持ってるんだってやっぱりもうすぐにでも来た方がいいですよ。この前の試合もちょっとね、浩司君との試合見ましたけど、あれ凡戦ですから完全に。ちょっと言い方悪いですけど、まあ、やっぱりね、これ僕はキックボクシングってことをやったことがないからキックのことすごく詳しくわからないですけども、格闘技としてやっぱり浩司君は倒されないようにした、うん、やっぱり一連でビビっちゃったんでしょ、うん、早いし、うん、もうこれはもう自分が前に行ったらすぐ倒されてしまったこと分かったんで、結局それは守りに入るじゃないですか。守りに入っちゃったらああいう風になっちゃうんですよ、やっぱり、うん、そうだね、追い打ち食らっちゃうね。結局浩司君のパンチ一発ぐらいしか当たってなかったね。そう、倒されないっていう風にすればボクシングでもキックボクシングでもやっぱりああいう試合になっちゃうんで、うん、やっぱり世界チャンピオンだけあるよね、やっぱり強い、ね、じゃあまあもちろんボクシング覚えたからこんなに強いんだろうけど、うん、そのボクシングの世界に来るっていうのはどのレベルで今あると思う、ボクシングで言えば。どうなんですかね。いや、まあ、私日本チャンピオンクラスじゃないかと思う。まあ、そぐらいはあると思いますよ、僕も。那須川君はだってバンタムとかスーパーバンタムとかそのぐらいでしょ、適正階級は。
フェザーじゃないですよね。まあキックではフェザーでやってるけど、ね、この間 58.5 で試合をしました、ね、おそらくボクシングに転向すればスーパーバンタムもないし、まあ、フェザー、うん、っていうくらいだと思うんですよね、うん、その後その階級日本人も結構ね、うん、井岡君、岩佐君か、岩佐君がスーパーバンタム、バンタム級は井上チャンピオンがいて、スーパーフライは井岡チャンピオンがいると、うん、結構この階級って日本ではね、そうだから、いや井上チャンピオンとも激戦区なんやらしたいっていう噂もいっぱいあるわけよ。うん、だから井上チャンピオンとやれば今は絶対勝てないけど、ボクシングに転向して専門にボクシング習ったら何年かしたら面白いんじゃないっていう話はしたことあるんだけど、うん、まずは12ラウンドのスタミナですよね。そうだな、あ、まあそれもそうだな、あのやっぱ長丁場経験しないとね、その辛さ分かんないですもんね、うん、きつさ、まあ、やっぱりこの前のキックの違い、うん、3ラウンドだからね、3ラウンドをもう10ラウンドぐらいあるスタミナを3ラウンドに集約したと思えば、多分スタミナは持ってると思うよ、うん、まあ、スタミナはもちろんあると思うよ、さらにボクシングに行くんだろうね、それは練習量もすごいでしょうから、ね、あの行ききれなかったもんね、3ラウンドがあってもね、うん、すごい両足と両手使ってあんなに行ききれないんだからね、はい、ただね、ボクシングは4本じゃないんで2本なんでね、うん、そこら辺のやっぱスタミナも使い方が違うし、まあ、うん、まあ、けど本当に那須川君がもしボクシングに転向すればこの階級本当ね、タレントが揃ってますから本当に盛り上がるね、そう面白いね、日本の強い選手が、ね、世界ランカーの世界クラスの選手がたくさんいますから、そうこれは盛り上がること必須ですよね、うん、これはもちろん A 級デビューだろうね、うん、当然8回戦デビューでしょ、うんうん、いきなりじゃあ日本ランカーあたりと、そう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 、いきなり日本チャンピオンでやるっていうのも面白いな、いいんじゃないですか、ただ、うん、自分が日本チャンピオンだったらやる、いきなり転向してきたらそれはこれしないでしょ、みんなそうなっちゃうね。やるだろ、日本チャンピオンだったら。いやいや、向こうはだってキックのチャンピオンだよ。手だけだったら俺が強いってみんな思ってるよ、日本チャンピオンだったら。思うやつと断るやつやっぱりいるじゃないですか。いるから、だから結局これ次第ですよ、井上君がやったのもそうじゃないですか、やっぱり村田君とかもそういうふうにね、最初の頃でやったら、これ次第ですよ、破格のファイトマネーだったら。いや俺だったらやるよ、だってあんな有名な人に勝てばさ、また有名になるじゃん、うん、日本チャンピオン。いや、みんな溶かしたみたいにポジティブじゃないんだよ、うん、いや、ポジティブチャンスじゃん、でもね、まあ、僕はけど、うん、那須川君もね、うん、おそらくこれでプロボクシングに転向するんであれば、ちょっと前だと千作、うん、3戦目で世界タイトル取ったんですけど、ね、ああああ、これ今でも世界最低なんですけども、うん、まだね、うん、もしくは最近だとロマチェンコがそうですね、ロマチェンコが3戦目で取ってるんですよ、ロマチェンコは2戦目で世界戦やって失敗して、まあ、3度目にもう1回世界戦で3回目で取ってる、うん、千作と、ロマチェンコが世界最短3戦目でっていうのがあるんですけど、うん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 、もし那須川君がプロに転向するんであれば、当然2戦目でいってほしい。それは面白い。2戦目。それは面白い。じゃあもういきなり世界ランカーじゃん。それだから、いや、デビュー戦日本チャンピオンが、日本チャンピオン以上だよ。世界ランカーだったらいきなり世界ランカーになるわけだ。もう、彼がやるのはおそらくそのぐらいのことを考えてると思いますけど。いや、それはやってほしい、うん。世界最短、うん。日本人最短は田中康生君の5戦目でしたっけ ?5 戦目ですよね。うん、田中康生君の5戦目なんで。当然それを塗り替えてくるっていうことを考えてきてる。それどころじゃないじゃん、世界記録じゃん。そうそう、3戦目で、ね、でも下手すれば2戦目で取れる可能性あるよね。あるあるよ。いやいや、これ面白い、あ、ね、これこの企画絶対那須川チャンピオン聞いた方がいいよね。いや、これ絶対考えてました、やってほしい、絶対考えてますよ、日本人でもできるんだっていうね、世界記録、僕は。お、楽しみですね、うん、これは楽しみだな、うん、那須川チャンピオン頑張ってくださいよ、うん、そうだ、那須川君のところで、ね、コラボしたやつね、ぜひね、そう、那須川チャンピオンぜひうちのチャンネルで ね、ぜひやりたいですね、コラボやりましょう、コラボ、いろんなこと聞いてみたいこといっぱいあるんでね、うん、そうそうそう、うん、どこのジム行くか引き抜きましてぜひうちのチャンネルに来てくださいね、ずっと井上チャンピオンとやるって言ったカシメロ選手も圧勝したみたいですね、カシメロね、そう、この間カシメロがね、うん、韓国戦、まあ、前哨戦に圧勝したっていうね、うん、これはやっぱり材料としてはちょっと有利な材料でしょ、誰に、まあ、もちろん井上チャンピオンに対してだよ、ん、先に前哨戦やったっていうね、うん、それをあっさり KO っていう、あ、まあ一生懸命やらなければあっさり井上チャンピオンが勝つっていう評判があったから、うん、今回頑張ってね、勝ってきたから今度はちょっと近づいてきたんじゃないかっていう、まあそれもちょっとアピールしたかった、アピールしたかったんだよね、カシメロとしてはやっぱり最強チャンピオンの井上チャンピオンとやることを想定にずっと練習してきましたから、ね、そうだ、そういう面で言うと、まあ今回の相手はちょっとイージーな相手だろうなと、24勝無敗19 KO の相手だそうです、強っ、24勝無敗19 KO、 それに勝ったんだろカシメロが、そうです、あっさり3ラウンド、そうだ、だからやっぱり井上チャンピオンを目指してきてるから相当レベルアップしてるよね、そう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 、だから
井上チャンピオンをイメージ想定してずっと練習して してるわけだから、やっぱりこのデューク・ミカット選手僕は知らないけども、うん、まあイージーな相手ですよ井上チャンピオンから比べたら。まあそうなるよね、井上チャンピオンから比べたらいいんじゃないから何とも言えないけど、まあでも、うん、井上チャンピオンってやるって決まってからアメリカでずっと入り込んで練習してて、帰るやっと帰れると思ったらコロナで帰れない泣く泣くまだまだ、ね、ずっと練習してたってんだから相当、うん、強くなってるよ、うんうん、そうですよね、まあ、それでもやっぱり井上チャンピオンもやってるからな、うん、そうそうそう、ちょっと才能の差とどう練習量の差で、うん、もう才能も練習量も井上君あるんじゃないですか、アップかなかなかこの差は埋まらないと思うけどね、うん、まあ、ただ僕は前から言ってるように、まあ、カシメロはチャンスはあると言っただけは言ってみました、うん、パンチはあるから、まあね、でもね変則だしね、うん、そんな大振りのパンチは当たらないってね、井上君はカシメロに、そうそうそう、これでも当たらないと思う、当たらないと思うけども、うん、まあそれはボクシングですから、やってみるからね、何やるか分からないから、まあね、分からない、うん、ただ井上君に勝つには 何でも言ってますけど、うん、パンチがなきゃ勝てないと絶対に、そう、ね、うん、そう、上手さとパンチがないとね勝てない、うん、まあこれは見ものだ、ずっと伸ばしてきたけどやっとね、もう少ししたらね、あのマロニー戦があるから、うん、井上君のマロニー戦はいつでしたっけ、これは11月1日、日本時間の1日、うん、じゃあまあね、うん、この試合は井上チャンピオンが圧勝すると思うんだけども、うん、これを私たちで今度あの生で、ね、解説しようよ、あ解説付きで、うん、そう、うん、そう、ライブでね、ライブで、そう、これだぶっちゃけ見てる人はこれ絶対俺たちの解説を聞いてくれるかもしれないから、うん、それもいいですよね、うん、ぜひ皆さん見てください、うん、まあ、プロを通じて22年のボクシング生活お疲れ様、ありがとうございました、すいません、ありがとうございます、もともとアウトボクサーだったんでしょ、そうですね、足使う選手、それが日頃激闘になったよね、そうそう、日頃なんですね、ガチャンガチャン打ち合うように、でも誰が一番強かった、やっぱりローマン・ゴンザレスですかね、ローマン、自分がその気持ちを使って試合すると感じる人ってたくさんいて、なんかそういう人のために戦っていれば負けたとしてもまだそのネクストチャンスがあるのかなっていうのは、30何戦？35戦ですかね、すごいね、俺24戦しかやってない、マジっすか、それ